肉質地は、モンテネグロの都市。北緯42度47分統計18度56分、北緯42.78度統計18.94度、42.7818.94に、一致している。肉質地の町の人口は、2003年の国勢調査によると58,212人である。肉質地の人口は、ポドゴリツァに次いで2番目に大きい。 肉質地を中心とする肉質地自治体の人口は75,282人であり、単独の自治体としてはモンテネグロ最大である。肉質地はモンテネグロの産業、文化、教育の拠点の一つとなっている。肉質地は肉質地自治体の中心であり、同自治体はジュパと呼ばれる肥沃で人口の多い平地を包含している。 自治体の人口は2003年の国勢調査によると75,282人である。肉質地の町の人口は58,212人である。肉質地の人口推移、1991年の国勢調査による、2003年の国勢調査による、肉質地の町は4世紀にコート族によって築かれた。当初の町の名前はコート語で、 アナガストゥムと呼ばれており、後にオンゴシュトとなった。かつての町の遺構は、肉湿地の歴史的、文化的遺産となっている。肉湿地には豊富な文化と歴史的遺産があり、イリュリア時代、古代ローマ時代からの遺産が多く残されている。発見された古い文書や遺物の多くは、地元の博物館や書庫、文化センターに収められている。文化センターの他にも、 文化的施設や劇場、ザフムリエ公共施設などがある。また、肉質チテレビ、肉質チラジオ、モンテナラジオや、その他のメディアが拠点を置いている。肉質チには40の教育施設があり、11の保育所、25の小学校、4の高等学校、そして高等教育機関として一つの哲学学校がある。肉出の哲学学校はモンテネグロでの数十年に、 及ぶ、高等教育の伝統に根ざしており、その起源はモンテネグロで、初の大学である1947年設立のセティニエ専修学校に関係している。セティニエ専修学校では小学校教師を養成し、1963年からは、ニクシッチ専修学校の名で引き継がれた。1977年、ニクシッチ専修学校は教育専修学校へと、開祖され、 1988年の高等教育研究活動の合理化プログラムに基づいて哲学学校と解消された。肉ッ地の哲学学校では教育と科学を複合した学士教育、専門家、修士家庭教育、博士家庭教育を行っている。肉ッ地はポドゴリツァと共にモンテネグロで最大の産業地帯の一つである。製鉄所、 防気サイト鉱山、醸造所など多くの産業が肉湿地に集まっている。ユーゴスラビア崩壊に伴う経済の混乱によって産業は大きく打撃を受けたがその後回復に向かっている。産業の民営化は部分的には完了し一部ではまだ中途である。肉湿地の大規模な製造業は 社会主義時代ほど多くの労働者を雇用できず、第三次産業の労働者比率が高まっている。ニクシッチの主要な道路網は、ニクシッチとポドホリツァを結ぶ E762 である。この道路は、長さ 55km に及び、比較的新しい二車線道路である。ニクシッチは、また、モンテネグロからボスニア・ヘルツェゴビナへと向かう交通路の拠点であり、北には、ホチャ。 南西にはトレビニエへと続いている。肉湿地からトレビニエへ至る道路の脇道にはコトル湾の離散へと続く道があり、モンテネグロの沿岸地方への最短路となっている。肉湿地からはまた、シャブ肉を通ってジャブ略へと続く道路がある。肉湿地はポドゴリツァと鉄道でも結ばれているが、 鉄道は主に肉湿地で生産された防気サイトをポドゴリツァアルミニウム工場へと運ぶのに使われている。鉄道は補修と電化が進められており、2009年に旅客輸送を始める予定となっている。ポドゴリツァ空港は肉湿地から 70km のところにあり、同空港からはベオグラード、ブタペスト、チューリッヒ、フランクフルトアムマイン、リブリアナ、パリ、ローマ、 ウィーンへと結ばれている。ありがとうございます。